ナタリア・デモリーナは、スペイン・リナーレス出身の女優。五夜賞の新人主演女優賞を一度、主演女優賞を一度受賞している。六歳年上の姉セリア・デモリーナも女優であり、2015年の、コモ・ソー・ブ・レ・ビビーエー・ウナ・デ・スペディダでは、姉妹で共演を果たした。クリップ壁にもたれかかったデモリーナ1990年12月19日に、アンダルシアハエ園兼リナーレスに生まれ、 二歳から十八歳まではグラナダで暮らした。その後マラガで舞台芸術を学び、2011年からマドリードで暮らしている。2013年のダビド・トルエバ監督作、僕の戦争を探してでは、ハビエル・カマララと共演し、ゴ夜賞新人女優賞やスペイン、映画批評家協会賞新人女優賞を受賞した。2015年2月のベルリン国際映画祭では、 シューティングスター賞を受賞した。2015年にはアンテナ3で放送されたテレビドラマバッホ・サスペチャに出演した。2015年にはアルフォンソ・アルバセーテ監督のソロ・キミカやエンリケ・リベロ監督のパゾ・アマルゴにも出演し、マヌエラ・ブルロー・モレーノ監督のコモ・ソー・ブ・レ・ビビーやエー・ウナ・デ・スペディダでは姉のセリア・デ・モリーナと共演した。 2015年には、フアン・マミゲル・デルカ・カスティーリョ監督の手帳アイ・コミーダに出演して、シングルマザーを演じた。ペネロペ・クルスやジュリエット・ビノシュラを抑えて、五夜賞主演女優賞を受賞。この時のモリーナは26歳であり、五夜賞で2つのトロフィーを受賞した女優としては、最年少記録であった。この作品では、マラガスペイン映画祭で、 女優賞を受賞し、スペイン映画批評価協会賞で主演女優賞を受賞した。2016年には、パコレオン監督のエロコメ、聞き合いのトライアンドエラーに出演した。ありがとうございます。